よろしくお願いします。こうちゃんと言います。じゃあ行きましょう。行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、撮っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コボちゃんって言います。コボちゃんですね。はい、ありがとうございます。お願いします。めちゃくちゃいいですね、そのカメラ。あ、初めて見ました。あ、本当ですか？接続されてるんですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ありがとうございます。はい、じゃあこちらシートベルト失礼しますね。はい、あ、シートベルトですね。ありがとうございます。これ大丈夫そうですか？大丈夫です。ありがとうございます。 OK、 じゃあこちらも失礼します。すいません、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、持ち上げていきます。はい、あ、ちょ若干あの曇ってるんで、はい、あ、上げちゃって大丈夫ですか？すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。OK ですね。あ、すいません、ありがとうございます。OK、ありがとうございます。じゃあ、上げていきますので、はい、背もたれに体重をお願いいたします。はい、じゃあ、上げます、ね。お願いします。OK、ありがとうございます。じゃあ、こちらでよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、行きましょう。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、眺めのいい方を。はい。今日は行きましょう。はい。人力車自体は何回目ですか？あ、2回目ですね。あ、そうなんですか。はい。前回が初めてだった。あ、前回初めてで。完全になんか、あの、どんなものかわからないような感じで、あ、そうなんです。前回乗らせていただいて。ありがとうございます。前回こっち側行きました。あ、前回はあの、うん、オレンジロードから入って、うん、あの、あ、違うですね、はい、にぎやかな方で、はい、ありがとうございます。今日は良かったらガイドしながら行ってみます。はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。目の前ね、はい、ツリー見えてきましたね。はい、ここら辺はよく来られるんですか？あ、浅草はあまり来ないですね。そうなんですね。はい、今日はどちらからいらっしゃったんですか？今日は自分横浜の方からですね。あ、そうなんですね。はい、じゃ結構時間かかりますね。時間はそうですね、まあ1時間ぐらいですかね。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スカイツリー登ったこととかあります？あ、1回、2回ぐらいありますね。あ、そうなんですね。はい、だいぶ高いところは降りますか？あ、そうですね、まあなんかこの辺に来たら乗るか、あの、登る感じで。あ、そうなんですね。はい、そうですよね、せっかくなら。そうですね。景色がいい感じですね。若干今日ちょっと曇ってあれですけど、ちょっと曇りは出てるんですけど、はい、今が今日はいい感じで、いい感じですね。あ、こちら目の前にスカイツリー。はい、スカイツリー、高さとかはご存知ですか？あ、知ってるんですけど、あの、言ってもらってもいいですか？ ありがとうございます。はい、じゃあ覚えやすいように武蔵で634メートルになってるんですね。はい、まあ、昔はここら辺武蔵の国と呼ばれてたので。ああ、なるほど。それに合わせて、はい、634。はい、まあ、そして大きい出っ張りとちっちゃい出っ張りあるの見えます？はい、2個出っ張りがあるんですけど、はい、あれは第一展望台と第二展望台になってて、その間がちょうど100メートルなんだそうです。ああ、なるほど。から見ると遠くてよくわかんないと思うんですけど、はい、そうですね。そうですよね。まあ実は物差しがあって、はい、スカイツリーの1個右側、黄色くて四角い、上が白くてボコボコしてる、はい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 、あれも下から上まで100メートルなんだそうです。あ、そうなんですね。はい、なのであの黄色四角いビルをポーンと飛ばすと、スカイツリーのあの出っ張りと出っ張りの間にちょうどはまるぐらいの大きさ。なるほど。遠近法がすごい。確かに。まだまだスカイツリーまで2キロぐらいあるんですね。はいはい、なるほど。なので倒れてきてもこっちまでは到達しないぐらいの大きさになってます。はい、あ、先ほど物差しにした金色の四角いビル、はい、上が白くてボコボコしてるやつ、はい、あれも何かの形になってますね。そうですね。お、さすが。ご存知でした？はい、ご存知ですけど。ですね。
はい、じゃあ私から答えをお願いします。いただきます、はい、あれはビールの形をしてるんですよ、はい、ああ、なるほど。白い部分が泡になってて、グラスに入ったビールの形ですね。美味しそうなそうですよね、飲みたくなっちゃう、はい、結構お酒は飲まれます。お酒は好きなんですけど、 ね、あんまり飲めない感じなんです。あ、そうなんですね、はい、じゃあこうちょっと味わいながら飲むのが好きなんですね、はい、あ、そうですね、はい、あれ、朝日ビールの本社で、はい、上の泡の部分は誰でも入れるレストランにもなってます。あ、そうなんですね、はい、眺めも綺麗で結構おすすめなんです、はいはいはい、あ、結構高い、100メートルぐらいあるってことですよね。そうです、ちょうど100メートルになってます。100周年記念で作られたものなので。あ、そうなんですね。なので合わせて100メートルにしたんだそうです。あ、結構じゃあ最近できたビルですか。そうですね、まあ、結構最近ここだって。そして、はい、右側、右側、金の病院のあれが一番多分皆さん気になってると思う。そうですね、あれ有名な。あれは何の形だと知ってますか。 あれも僕は知ってるんですけど、ね、はい、兄さんはさすがですね、はい、あちら実は炎なんだそうです、はい、見た目じゃ分かりにくいですよね。分からないですよねあれ、まあ作った方が実はフランス人という。あ、そうなんですか。そうなんです、フランスでは炎の色、赤ではなく金色で表される。あ、そうなんですねまあ結構赤は戦争のイメージ、チームレースをしてしまうっていう。なるほどなるほど。そうです、金になって、しかも元々はあのとんがってる部分を縦に立てて大中小3つを並べて立てる予定だったんですよ。あそうです。ほうほうほう、まあ、そしたらちょっと炎っぽくなるとは思うんですけど、はい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 まあでもここら辺めちゃくちゃ地震が多いんですね。あ、まあ、フランス人の方考えたので日本の地震をね考えてなかったんですよ。なので、まああれ本当に立てちゃったら、地震で崩れちゃったら大変だということで、はい、ああいう風に横に倒された状態になりました。あ、なるほど、そういうことだったんですね。ですなのでちょっと炎に見えないような形になっちゃったんですね。結構泡だとかよく言われたりもするんですけど、はいはいはい、まあ、結構あの形で話題になったおかげで、まあ、朝日ビルさんの売り上げがずっと3位だったのが1位に伸びたきっかけにもなったということなので、結構あの形になってよかったかなというところもあるのかもしれないですね。確かにじゃあよかったらこっちから隅田川、隅田公園の横を通っていきましょう、はい、ちょっと下がっていきますね。オープンカーでも行けるから結構景色もだいぶ変わってます。あ、そうですね、はい、はい、右に見えるこの緑の木、はい、全部何の木だかはご存知ですか。ここは有名なあれですよね。はい、はい、桜がちょっともうあれですね、ちょっと前まで咲いてた感じですかね。そうです、そうです、はい、あ、まあ、今は新緑の季節、はい、今いい、ね、はい、いいですね、この緑も。隅田公園は桜千本ほどの桜が咲いてるということで、はい、桜の時期はめちゃくちゃ綺麗なんです。確かに千本、そうです、桜とも呼ばれます。あ、なるほど。まあ、桜の時期、まあ、ここら辺桜が多いんですけど、桜の花言葉とかご存知ですか。あ、知らないです。あ、そうなんですね、はい、実は2つ意味があるんですよ、はい、2つ、1個目は、はい、優しくて美しい女性を表す優美な女性という意味があるんですね。桜さんなんていう名前の方に言いかけますよね。はい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 そして2つ目は、結構桜は学校とかでよく見かけると思うんですけど、はい、良い教育なんていう桜の花言葉があるんです。ああ、そうなんですね、はい、なので良い教育を受けられるようにということで、はい、結構学校に桜が咲いてること多いんだそうです。あ、そうなんですね、はい、まあ、よくできましたなんていうスタンプなんかもちょっと桜の柄になってることありますよね。確かに言われてみるとそうですね。そうですよね、そんな言葉使われてたんだって私も驚きました、はい、はいはいはい。そして上に電車が通る道がありますね、
これはスカイツリーまで1本で行ける、はい、スカイツリーラインという電車ですね。おお、ここ、はい、あ、ここは上も歩けるんですよね。あ、そうです。この電車の横を歩いて通れる通り、はい、実はこっち側のスロープを登っていくと電車の横を歩いて通れる通りに出れるんですね。はい、隅田リバーウォークという通り、はい、一本道でスカイツリーまで行けるので歩いていく方も最近は多いですね。はい、あんな大きくなるスカイツリーを見ながら行けるっていうのがいいですね。そうですね。結構電車で行っちゃうと、あっという間で、はい、あ、確かに1分、2分ぐらいで着いちゃいますよね。本当に、はい、近いです。あれ、もう真上にあるじゃんっていうことが多かったりするんでそうですね。まあ、浅草から、まあ、歩いて20分ぐらいなんで、うん、そうですね、歩いていくのめちゃくちゃおすすめです。はい、何かの浅草で食べ歩きとかをされますか？あ、前回来た時に少ししたんですけど、はいはい、あの、なんかおすすめのお店とかあればぜひ教えてほしいです。前回は何食べましたか？前回は浅草メンチとか、お、いいですね。あとなんだっけ、揚げまんじゅうとか、はい、あともんじゃ焼きとかですかね。あ、いいですね。はい、私おすすめいっぱいあるんで紹介しながら行くんですけど、はい、ここがスカイツリーめちゃくちゃ名所なので、はい、一度お見せします。スカイツリーを邪魔するものが一つもないわけですね。すごいですね。ここが結構人力車の中心スポットにもなってますよ。ここは、はい、春は桜も咲いてっていう感じなんですかね。す、ああ、じゃあすごいですね。綺麗にするんで、あ、めちゃくちゃ綺麗ですね。映えますね。写真とかは撮られていきますか？あ、写真は大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、シャッターを押していただいて、はい、開けてくださら、ちょっと向かっている浅草の方に行きましょう。はい、じゃあ浅草メンチを食べたということは、はい、その近くにも実はお兄さんよりお兄さんのお顔より大きい台湾唐揚げなんていうものもあったんですよ。あ、食べてる人いっぱいいました。あ、そうですよね、めっちゃ大きい。いました。そうなんですよ、トリオプレスして、はい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 、そうなんです。それも結構おすすめだったりもしますね。あそこも並んでましたね。そうですよね、はい、あそこら辺も食べ歩き多いんで、はい、そうですね、並ぶことめちゃくちゃ多いです。あの通りはそうですね、結構多いですよね、お店。公園通りって地面の黄色い通りで、はいはいはい、まあ、江戸時代をモチーフにした通りで、あまあ地面の色なんかも、ね、はい、コンクリートとかで塗装されてない砂の地面を表してるんだそうです。あ、なるほど。そうです、そうです。なので、まあ、浅草来た際は黄色い通りを目安に行くと食べ歩き結構行けるので、はい、おすすめです。出ました。まあ、そちらの台湾唐揚げだったり、はい、あとは黒毛和牛のカレーパンなんかもあったりするので、そうです、そうです。実は浅草メンチの隣のお店が、はい、このお店だったり。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。実は。つかなかったですね。そうです。あとは結構甘いものだとイチゴの専門店、イチゴ、そうです、見ました？ありました。何店舗かあるやつですよね。そうです、そうです。イチゴ座なんていう名前なんですけど、はいはいはい、そこのお店イチゴ16個使ったスムージーなんかね、まあ、そして結構変わり種だと、はい、イチゴビール、イチゴテキーラなんていうのもあります。イチゴビール、お酒ですか？そうです。お酒も変わり種た飲んでみたいなっていう方は結構おすすめ。なるほど。はい、食べ歩きもおすすめなんですけど、はい、実は仲見世通りの左側に左側ちょっと細い通りがあるんですよ。はい、雷門の左の細い通りなんですけど、はい、そこら辺とか行ってみるとですね、はい、実はわらび餅ドリンクみたいな、へえ、ちょっとタピオカのわらび餅バージョンみたいな、はい、あ、小さめのわらび餅が入ってるっていう感じですか？はい、そうです、そうです。下の方に溜まってて、はい、味がいちごミルク味とコーヒーミルク味っていうのがあって、あ、なるほど。そこのお店も新食感がおすすめ。あ、確かに美味しそうですね。
あ、そしてその隣のお店、まあ、わらび餅ドリンクの隣のお店には、はい、とろーりチーズが伸びるメンチカツだったり、はい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 、ハニーチーズコロッケなんていうものもあるので、ハニーチーズコロッケ、はい、へえ、めちゃくちゃ美味しいです。あ、そうなんです、まあ、チーズ好きにはめちゃくちゃおすすめですねは雷門とか浅草寺も撮影されました？あ、いえ、撮影はしてないですね。はい、あの雷門浅草寺、まあ、結構知ってる方は多いと思うんですけど、はい、まあ、実は雷門と浅草寺は国の重要文化財にはなってないと思うんです。あ、そうなんですね。まあ、実は今まで何回も火事で崩れてきてしまったんですね。はいはいはい、雷門に関しては今4代目なんですね。あそうです、3回火事で亡くなってます。はい、実は今目の前に見えてる赤い門、はい、あれは雷門でお父さんって言われてます。お父さん、そうなんです。まあ、実は今の雷門4代目のモデルになったものなんです。はい、二天門と言って、はいはい、これは実は400年前からずっとここに立ってます。あ、そうなんですね。江戸時代ぐらいからですか？そうです、そうです。へ、これはですね、燃えずに残った貴重なものなので国の重要文化財にも入ってるんですね。あー、なるほど、すごいですね。昔は、まあ、一般の方々は雷門からみんな入って浅草寺まで参拝に行ってたんですけど、はい、まあ、お殿様お姫様はですね、実はこの門から入って浅草寺に参拝してたんです。なるほど、そうです。なのでおなり門って言われて、おなり門、結構時代劇とかではよく聞くかもしれない。はいはい、おなりってやつですよね。そうです、そうです、そのおなりなという言葉がここで使われてたそうです。はい、まあ、実はですね、ここの二千門の前には門番の方と、はい、芸人の方が一緒に立ってたそうで、はい、へ、私みたいな一般人が通ると、はい、見切りされちゃう処刑がすぐ始まっちゃう。へえ、そのぐらい高貴なもんだったんですね。あ、そうなんですね。そうです、こちら次に通るときは浅草寺のすぐ右側のもんなので、はいはいはい、殿様、姫様気分で通るのがめちゃくちゃおすすめです。あ、まあ、こちらですね、はい、実はまあ400年も前からあるので、はい、ネジも一本も使われてないんです。ああ、なるほどそうです、昔の組み立て技術が備わってます。すごいですね。まあ、二天門なんて言うんですけど、右から書いて二天門という文字になってますね。ああ、二天門、確かに。まあ、昔は右から読む文化があったので、巻物とかも右から全部読まれましたね。あ、そうですね、海外の文化が入って左から読むようになったんですけど、はい、まあ、そして火事が起こらないように真横に消防署、あ、ここに消防署があるんですね。そうです、そうです。消防署結構明かりにくいような見た目が、確かに。浅草では食事はされました？前回は。前回は、大黒屋さん。お、はい、はい、お、食べたんですね。天丼ですか？天丼をいただきました。さすがですね。はい、浅草は天丼めちゃくちゃおすすめなので。あ、美味しかったですそうですか、はい、結構見た目が黒っぽいのが特徴的なんですね。そうですね、思いました。あ、思いました。はい、まあ、実はごま油で揚げてるんだそうです。あまあ、昔は魚を揚げたりするときに臭みを消すために、はい、あ、なるほど、そうです、ごま油を使用してて、はい、そこら辺その文化がまだ残ってて、まあ、実は大人の苦味がちょっとあるところが、はい、浅草の天丼の人気なところです。なるほどあとお蕎麦ともんじゃなんかも人気ですね、浅草は。確かに、もんじゃ屋さんもよく見かけるんじゃないですか？はい、もんじゃ屋さん多いですね。なんか お好きなもんじゃ屋さんとかありますか？あ、めちゃくちゃあるんですけど、はい、まあ、実は私が
はい、昔もんじゃそんなに食べれなかったんですよ。あ、そうなんですか。浅草に来てから食べるようになって、へえ。一番最初に食べたお店が、はい、六門泉っていうお店です。六門泉、はい、結構テレビなんかでも紹介されるんですけど、はい、まあ、人気なメニューが、はい、カナンベールチーズが丸々乗ったもんじゃ、へえ。チーズ好きめちゃくちゃおすすめ。私チーズ好きなんで、あ、チーズ好きなんですね。なのでそれ食べてから、はい、もんじゃハマっちゃって、あ六門泉さんには何回も行ってますね。ああ、そうなんですね。実は雷門の左側の方のたぬき通りなんていう通りに入ってみると、はいはいはい、そのお店あるんです。あ、そうなんですね。そこの近くには実は食べ歩きで、はい、もんじゃコロッケなんていうコロッケもあります。ああ、はいはいはい。もんじゃそのまま揚げたコロッケ。はい。食べたことありますか？あ、ないです。あ、そうなんですね。あ、前回ナナさんに紹介してもらって、あ、そうなんですね。はい、もうお店の前も通りました？あ、通りました。あ、そうなんですね。場所は、はい、把握してます。そうですよね。はい。もんじゃコロッケの手前側に六門泉さんあったんですよ。六門泉さん、あ、ぜひおすすめなので、はい、行ってみます。今からこっち側戻っていくんですけど、はい、右側にちょっと黄色い看板、はい、黄色い看板あ、だんだん見えてきました。神谷婆さん、はい、本当だ。ここは前の部分だけ東京大空襲の際に焼け残ったものなんですけど、はい、あ、じゃあ建て替えずにもうそのまま残ってる感じなんですか？そのまんまなんですよ。中の部分は崩れちゃって後から建て直してるので、あー、本当だ。あー、はい、浅草の平和の象徴として残されてるので、あー、そうなんですね。住所なんかも浅草1の1の1っていう住所に残されてます、はい、入り口に実は書いてあるよ。1丁目1番1号って書いてある。あ、本当だ。電気ブランなんていうお酒が発祥の場所でもある。はいはい、この名物っていう感じですよね。そうです、そうです。あれだ。まだ開いてないお店です。並んでますね。はい。亀十さんというどら焼き屋さんになってます。もう並んでるんですね。朝から開く前から大人気。10時からとか。時間前ぐらいから。そうです。さあ、ここは日本で一番のお土産屋さん、どら焼きのお店ですね。はいはいはい。生地がふわふわなの。お、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。お名前をお伺いしてもいいですか？有住光大と申します。光大さん、はい、ズミオです。あ、ズミオさん、よろしくお願いします。はい、すごい爽やかな方ですね。かっこいいです。かっこいいです。寒くないですか？あ、寒くないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、スミと呼んでます東京力車さんの車夫さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、結構、まあ、25人ぐらい。あとは結構出たり出なかったりする方、はい、あ、そうなんですね。そうです、そうです。合わせると、ありがとうございます。あ、今研修の方もいたり、あ、合わせると相当な人数、はい、あ、コボちゃんさんは、はい、いつぐらいからやってらっしゃるんですか？そうですね、まあ、大体1年ぐらいです。1年ぐらい、あ、そうなんですね。戻ってきましたね。あ、戻ってきました。
こちらこそありがとうございました。めちゃくちゃなんか分かりやすかったです、説明とか、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ここで今日は終点地点になります、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあよかったら後ろに退場お願いいたします、はい、じゃあ下げます、はい、OK、 じゃあ少々お待ちください。はい、じゃあこちらも失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあ1日の最大降りるように、はい、じゃあよかったらそちらの方で、はい、ありがとうございます。まさ気をつけていただいてます、はい。こちらの方で、はい